一戸剛は、青森県野辺地町生まれのスキージャンプ選手、指導者、アシックス所属。以前はアインズに所属していた。野辺地若葉小学校4年生時より、クロスカントリースキーをはじめ、野辺地中学校3年生時に、ノルディック複合に転向。青森県立弘前工業高等学校2年生の時、全国高校総体で3位入賞。早稲田大学卒業。2000年1月より、ノルディック複合、ワールドカップ B に出場し、ソルトレークシティオリンピック出場を目指していたが、2001年に100メートル、走っただけで腹が痛くなる。貧血で頭がフラフラするという特定疾患、潰瘍性大腸炎という難病を患い医師から引退勧告を受ける。これにより、クロスカントリーを含むため、体への負担の大きいノルディック複合から、スペシャルジャンプに転向した。2004から2005年シーズンに頭角を現し、全日本選手権ジャンプ、HTB カップ国際スキージャンプ競技大会、UHB ハイジャンプ大会、札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会で優勝。FIS スキージャンプワールドカップの招待選手にも選ばれた。2006年、トリノオリンピック代表に選ばれ、個人ラージヒルと団体ラージヒルに出場。2006から2007シーズンを目前に控え、2007年、ノルディックスキー世界選手権札幌大会を記念して、行われた伊藤杯サマージャンプファイナル大会では1本目で、最長不倒の134メートルをマークし、同じトリノ五輪代表組の笠井紀明、伊藤大輝、岡部孝信各選手を抑えて、堂々の優勝。2007年4月6日、自身のブログで現役引退を表明するが、2009年4月1日に国内限定での現役復帰を表明、10月18日の伊藤杯サマーファイナル大倉山ジャンプ大会で現役復帰し、10位に食い込む好成績を残した。また、この年より母校早稲田大学スキー部ジャンプ部門のコーチを務めている。2010年2月の釧路札幌氷雪国体では、ジャンプ青年 B で2位入賞、さらに複合青年 B にも出場し、4位入賞した。2010年サマージャンプでは、妙高大会では、日本選手全選手が出場する中3くらいの成績。その後の白馬のサマージャンプ大会では、同じく全選手参加の中2位。ワールドカップでもポイントを取れる位置に来ている。2012年2月15日、岐阜県高山市のスズラインシャンツェで行われた、岐阜清流国体のジャンプ青年男子 B で2位入賞。この大会の出場をもって、現役引退。所属は、アシックス現在早稲田大学スキー部監督、ジャンプコーチ、学生スキー連盟ジャンプ協会委員長、ジャンプコメンテーターを務めている。ありがとうございます。